ネナシカズラ属は、ツルの寄生植物からなる属。クロンキスト体系では単独で、ネナシカズラ化としているが、ヒルガオカに含めることも多い。多くの種は、全寄生植物で、容量クソがなく、その代わり黄色、大々色、赤などに着色する。ツルが分岐しながら伸びて、寄主植物や地面を覆い、ラーメン、もうあるいは、太い髪の毛のように見えたりする。 100内誌170種を含み、世界の温帯から熱帯に広く分布し、特に熱帯に多くの種類がある。本属の植物は、クスノキ科のスナズル属に、外部形態がよく似ている。しかしながら、両属の細部構造や系統は異なっており、修練進化の一例とされている。日本にも分布するスナズル属のスナズルは、熱帯から亜熱帯の海岸域で普通に見られる。 クシロネナシカズラの過剰種子は、地中、地表で発芽し、はじめは、根がある。発芽後数日以内に、奇種植物にたどり着けないと枯れる。クシロネナシカズラについては、気発性物質で奇種を選ぶという研究報告もある。ルが伸びて奇種に巻きつくと、奇生根を出して、奇種の茎の遺憾束に差し込み、ネナシカズラという名の通りに、元の根は枯れる。ハワールが、輪ペン状でごく小さい。 葉緑素を持ちわずかに光合成するものもあるが、全く葉緑素を持たないものが多い。花は、果敢はあるが小型で、果樹を作るが茎と同じような色であまり目立たない。果実は、果て、種子は小さく多数あり、数年以上生存する。奇種植物の範囲は広く、同時に複数の奇種に寄生することもある。熱帯では、多年生で高く伸びて、樹木を覆うこともあり。 また作物に多大な被害を及ぼすことも多い。温帯では一年層でそれほど大きくはならないが、豆倒しという種名のように作物を害することもある。被害の程度は、寄生種及び、寄種の種類による。また寄種がウイルスに感染した場合にはそれに対する抵抗性を低下させ、さらに複数の機種に寄生している場合にはウイルスを媒介することにもなる。根ナカズラの種子は、 敏子といって、漢方では保養、形性、名目、死者、競争の効能があり、一般には、需要競争剤として、人員居や人陽居などに用いられる。なお、浜根なしかずらや豆倒しからも、同様の薬が作られる。根なしかずらを絞って汁を出し、イボの幹部に塗って直すという伝統風習が、長野県あち、高木地域にある。ありがとうございます。